名前はドラゴン76。滋賀、あ、日本から、ニューヨークに2年半前に引っ越してきました。小さい頃からもずっと絵を描くの好きやったから、日本のアニメーションとか漫画のを模写して描いたり、まあ、自分のなんかオリジナルのキャラクター作って漫画みたいなの描いたりと。ペインティングは高校の時ぐらいからちょっとでもスプレーで描いて、アメリカのグラフィティのカルチャーにすごく影響を受けて、みんなでこうなんかハングアウトとかして楽しかったけど、なんかもっとその自分のアートを使って、まあ、いろんな人とこうつながって、 Amazon プライムビデオ との新しく始まるシリーズで The Boys っていうシリーズが始まるんですけど、それの壁画をコンプレックスコンで一緒に描きます。まあ、元々そのヒーロー映画とか、まあ、ヒーローのなんかアニメーションとかがもう大好きやから、で、まあ、トレーラー 見る限りはすごい面白そうで、まあ、絵で表現できたらっていうのと、その自分のアートスタイルは、まあ、いろんなもののこう共存みたいなのを描いて、いいとか悪いじゃなく、いいものも悪いものも同時にこう共存してるとか。ライブペインティングをやり始めたきっかけは、日本は結構なんかその大きい壁とか描ける機会っていうのが少なくて、アメリカはすごくそういうなんか大きい壁を描ける場所がいっぱいあるんですけど、絵を描くプロセスとか見せれるなんかショーみたいなのを人前でやりたいなと思ったきっかけで、これがもうほんまにそのアートを通していろんな人と知り合ったり、いろんな経験をすることが自分のライフスタイルになってるって感じです。 Amazon プライムビデオはうち俺もうちの息子もずっといろいろ見てるから、そこでこう一緒に仕事ができるっていうのがすごく光栄やし、そういうのがやりたかったんで、すごく嬉しいです。見たかったらぜひシカゴのコンプレックスコンに来てください。